なんでやろ、なんでやろ。今日一日朝起きて過ごしてきたんですけど、なんかすげえ調子悪いんですよ。もう今夕方の6時になっちゃったんですけど、朝起きてからずっとなめこのことしかちょっと考えられなくて、なんか違うこと考えよう、いろんなことやんなきゃいけないなと思ってるんですけど、なんかなめこのことばっか頭に出てきすんで、なんでやろうと思って、で、こういう俺が好きな自然とかこういつも好きだからこう見るんだけど、自然なんかいらねって思っちゃったりとか、あとはカツオ人間ね、これいただいたやつで、こうカツオ人間も好きなんだけど、カツオジャスってなっちゃうし、これね、カピバラもね、これのジャスっちゃうし、これジャイアンもね、ジャイアンジョース全部もう嫌いになってしまってる状態なんですよね。なんでかわかんねえんだよ。なんでかわかんねえんだけど、もうナメコのことしか今考えられなくなってんだ、俺は。というわけでね、今日スーパー行ってね、普通にコーヒー牛乳ね、これコーヒー牛乳買いにスーパー行ったんですけど、これ買おうと思っただけなんですけど、なんかこうナメコのなんかグッズ買っちゃって、ナメコのことしかなんか考えられなくなっちゃって、こんななんかナメコのグッズ買っちゃって、これ何かっていうとね、ナメコの消しゴムがなんか作れるセットみたいな、オリジナル消しゴムの略折り消しっていうやつらしいんですけど、なんかこれが折り消しの本体で、これが消しゴムシートってやつですね。これ1個でもこれ1個でもダメで、これを組み合わせて使うものみたいです。だから買うときはこれをとこれをセットで買わなきゃいけないです。今日はね、これで、消しゴムをね、なめこ消しゴムを作ってみようっていう気分にものすごくなってしまってなので、今日はもうなめこの消しゴムを作って一日を終えることにします。はい、こちらが僕が買ってきた折り消しでございます。これがね、折り消し本…なんかついてんな。はい、これが折り消し本体ですね。なんかね、電子レンジでこれ作るみたいです。なんだろう、こういう部品みたいのがついてますね。ちょっと全然使い方がね、ここから想像できないんだけど、多分これでこうやってなんか押しつぶすんだろうね、きっとね。はい、ちょっとわかりました。この本体をですね、こうやって開けて、でこれでこうやってこの留め具をこうやって支えにしてですね、こうしますよね。でここにですね、なんかこの消しゴムシートってところに消しゴムがの元みたいのが入ってるんですよ。でこれをこうポコポコポコって一個ずつ置いていって、最後にこうやってね、セットして四角い消しゴムができるんですね。でここになんか水をこう垂らして、こう閉めてレンジで温めて、これをこのまま水の中にドボンと入れて10分ぐらい待つと固まって消しゴムが完成するということみたいです。はい、まずはこのなめこウキウキセットってやつをやってみたいと思います。これがデザインシートってやつですね。これ俺自分で作るの、これ。うわこれ俺やるのかよ。たくさんの消しゴムのね、この元と、このデザインシートというものですね。で僕はね、まずね、この白ウサギなめこってやつを作ってみようかな。これを切り抜いてですね、これどうするかっていうと、ここにね、さっきの本体のところにこうやって置くんですよ。ほら、ピタッとはまりますよね。でここに1本ずつこのマス目に沿って消しゴムを1個ずつちぎってここに並べていくんですよ。結構地味でしょ。この作業を今からやってみたいと思います。はい、では早速作っていきたいと思います。消しゴムはこういう風になってて、これね、全部開けなくてもここから全部出るようになってます。こうやってピロンって1個ずつちぎれるようになってるんですよ、こんな感じで。これが赤一マス分です。デザインシートを見ると、ここに必要な色とその色の本数ですね、消しゴムの、それが書いてあるので、この本数を用意します。そうするとこんな感じでね、とりあえず6色ここに僕用意して、ね、ここにこう差し込んでやっていくわけです。じゃあ行きましょう。何この超絶地味な作業。今ね、これ黄色が倒れちゃったんですよ。だからね、これね、結構デリケートな作業なんで、ピンセットでやってあげるのがいいと思います。消しゴムを作る32歳カズさんがね、フィリピンに行って英語の勉強をしてるわけですよね。みんなこうどんどん前に進んでるわけですよ。そういうの考えるとね、あの消しゴム作ってんなみたいなね、消しゴム作ってんなっていう感じですよ。Thank you.
できました。はい、おはようございます、瀬戸浩司です。次の日の朝でございます。無事完成いたしました。こんな感じでございます。これ離したらもうボロボロって出てくるからかなり危険な状態なんですけど、できました。次はですね、この紙をスッて抜くんですね。シュッと、はい、抜けました。小さじ半分ぐらいのお水を垂らすっていうことが書いてありました。では垂らしてみることにしよう。小さじ半分ってこんなもんだよね。じゃあ、あ、多かったかな。でこれ濡らしゃ、濡れしゃいいんだろ、濡れしゃいいんだろ。こうやって、そしたらこの本体の蓋を閉めて留め金で留めて準備 OK ということみたいです。はい、次はですね、このお皿の上に乗せて電子レンジに入れるんですけれども、時間はですね、500ワットと600ワットの電子レンジで、60秒ということなんですけれども、あのうちの電子レンジは700ワットなんですよね。すげえ、なかなかこういうのに書いてない。700ワットなんで、とりあえず、50秒ぐらいにしとこうと思います。あ、しかもあのうちの電子レンジ50秒っていうのはないですね。適当にやるしかない。爆発したら困る。大丈夫かこれ。こんなもんでいく。はい、これで3分ぐらい待ってくださいということです。はい、3分経ったので本体を水の張ったボウルの中に入れました。まあ鍋だけどね、これ鍋だけどね。はい、あ、浮いちゃった。浮きますね、これね、浮きます。10分冷やすということみたいです。はい、10分経ちました。ではこれね、こう水からあげてみましょう。はい、ついに出来上がりました。なんか適当に時間やっちゃったから、ちゃんとできてるかどうかっていうのはね、すげえ楽しみなんですけど、ではいきます。できてっかな、俺の雪うさぎなめこ。ちゃっちゃらー。あれ、なんか見た目全然変わってねえな。じゃあこれ取りますね。ドーン、いきます。お、お、くっついてる、くっついてるぞ。はい、こんな感じで出来上がりました。ちょっと濡れてるけどね。取っちゃった。これは、取っちゃった。ちょっと端っこ取れましたけどね。はい、出来上がりました。はい、では最後にですね、ここに書いた、普通のなめこと、僕が考えたね、あのサザエなめこ、これを、このね、雪うさぎなめこで消して終わることにしたいと思います。ではいきます。はい、というわけでなめこのオリジナル消しゴムを作ってみたんですけれども、これね、挟む前にここに垂らすね、水の量と、そして電子レンジに入れる時間、そこはね、結構大事です。それがね、ちょっとね、僕足りなかったのかな、水入れすぎたのかわかんないけど、ちょっとボロボロになっちゃって、こうゴシゴシすると全部ボロ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 ってなっちゃって、全然消しゴムじゃなくなっちゃいましたね。これ一本一本棒を並べるのも難しいし、水垂らす量とか電子レンジの時間も難しいので、結構難易度高いですね。だから上手に作るにはね、結構練習が必要かもしれません。結構失敗する可能性があります。難しいところが逆に面白いっていうこともできるかもしれませんね。この本体はね、1個あれば、このデザインシート、いろいろね、こういうのとかこういうのとかいろいろ買って、チャレンジできるので、もしよかったらね、皆さんやってみてください。では以上、なめこのオリジナル消しゴムを作れるオリ消しのレビューでございました。皆さんやってきてくださいね。難しいよ。じゃあのー、なめこじゃあのー。